ひなチャンネル。今日は早々のフリーレン20話感想解説会ね。普通の2クール作品ならもうすぐ最終回なぐらい放送してんね。それなのに2クール目はまだ中盤ぐらいだよな。さて前回は1級魔法試験の1次の合格者が合計6パーティーの18名だったってとこで終わったな。かわいそうなシタルクも忘れないでね。そして今回は原作46話もっと美味しい味になり、2次試験までの3日間である箸休め会でもあったな。シタルクが夕方まで寝てたり夜更かししたり、夜中にジュース飲んでフェルンに怒られたりしてたね。私たちはあんなに苦労したのに、あんたは何やってんのよ。こんなフェルンの気持ちが伝わってきたな。私はフェルンが久々にシタルクに会ったからかまってちゃんになってるように見えるわね。そっちの意味合いもあるかもしれんな。フリーレンたちが前回戦った第13パーティーのおじいちゃんと孫のような関係、この町で働いてるリヒターと3人で、レンケンが昔に生前の妻と食べた食堂に行くことにしたな。第4パーティーのユーベルがラントに初めましてって言って挨拶してたね。ユーベルは試験会場のラントは分身と見ていたようだな。なるほどね。だからもう少し打ち解けてもよかったと思う。こんなこと言ってたんだ。分身ということは信用されていないってことだからな。そんなラントに対しユーベルはビアベルが得意としてた魔法ソルガニールを使い、共感できることでその魔法が使えるようになる、このように言ってたんだ。これってさ、魔導書を読まなくても魔法を使えるってことよね。服を透けて見える魔法もできるのかな。全く共感してなかったから使えないだろ。ではなぜユーベルがこの魔法を使えるようになっているのか、今回はフリーレンの世界の魔法について考察と解説をしていこうかね。あれれ、今回はそっち系の動画だったん。てっきり料理の味は変わったけど、当時のシェフを超える味を未来まで届けたとか言い出すと思ってた。うちも最初はそんな感じのつもりだったんだけどな。前回の動画でこんなコメントをいただいてさ、確かに魔法について説明不足だったなと思ったんだ。それで今回は骨休め会でもあるので、この辺りの細かい解説をしようと思ってな。解説とか言ってもさ、原作でも事細かに説明があるわけじゃないから、あんたの考察がメインってことになるよね。原作のここまでの情報とうちの考察になるので、視聴者からそれは違うだろみたいな意見もあると思うが、そんな方はぜひコメントで考察をお願いしますね。そいでは早速解説に入っていきましょうかね。とりあえず何から説明に入るの。まずこの世界で出てきた魔法に関する単語は3つある。最初に魔力、これは魔法を使うエネルギーのようなものであり、魔法を使えば消費するし、大量な魔力を込めれば魔法は強化される。魔族は普段から魔力を抑えずにいるのはそれだけ強い魔法を使えるってアピールにもなってたのよね。だからこそフランメは普段から魔力を抑えることで魔族から見て弱い敵と認識させ油断させていたな。そういやフォルジーも相手を油断させるとか言ってたね。フランメとフォルジーは似たような考え方を持っていたのかもな。そしてアウラとの戦いで説明があったのだが、魔力は使う人が長年修行することで増やしていくことが可能なんだ。500年長生きしたアウラちゃんが天秤に乗せて下僕になったもんね。個人的にはこのワンカットが分かりやすいと思うぞ。私は分かるけど、大の大冒険を知らない人には分かんないと思うわ。要するに同じ魔法でも魔力が膨大であれば強力になるってことだ。今のはメラゾーマではない、メラだ。魔法を使用する人によって威力が変わってくるってことになるな。だからこそ魔力を膨大に保持してる人を見るだけでおのずと強いと認識してしまうわけね。次に想像力、これは魔法を扱う能力と思ってもらえばいいかな。例えばカンネちゃんの場合、一箇所に溜まってる水は思い塊であり、うまく操るイメージができない。しかし事前に魔力を込めていれば、魔力をコントロールすることでまとまった水を操るイメージができる。雨の場合は小さい水滴だから操りやすいイメージがあるってことね。でもその仮説だったらさ、魔導書っていらなくない？油を落とす魔法なんて油を落とすイメージをすればいいだけでしょ。お前に油が簡単に落ちる姿をイメージできるんか。無理だわ、油はしつこいから洗い物が大変なのよ。それが魔導書を読むことで油を落とすための魔法を理解し、油が落ちていくイメージができるようになることで魔法が発動するんだ。それってさ、イメージできなかったら魔導書を読んでも魔法が使えないってこと？もしかしたらそのような魔法があるかもしれんな。お前なら油が絶対に落ちない魔法とか作れそうだしね。それって普通のことやん。逆にイメージだけで通常の威力以上の効果を発したり、魔力が足りずに発動できない魔法もあるかもしれんぞ。メラゾーマを唱えてもメラ分しか魔力がなかったら発動しないってことか。RPG で言うと MP が足りていないってことね。自分自身の魔力以上を消費する魔法を覚えることができるかは不明だが、魔力がなくなってしまうと
魔法が使えないのは間違いないな。おじいちゃんは最後に殴り合いしてたもんね。そして最後はゼーリエの作った結界に対しフリーレンが行った解析になるんだ。これさ、私もフリーレンがゼーリエの魔力を超えたのかと思ってたんだけど、違ってたってことなん？まずは防御魔法のことから説明しようかね。前回のリヒターがお嬢様2人に説明してる場面から抜粋するが、防御魔法に完璧を求めれば術式がより複雑化すると言ってたな。要するに術式とやらが複雑化すれば複雑化するほど発動に時間がかかるってことよね。次にクバールが言ってた独り言を抜粋すると、複雑な術式ほど魔力の消費も辛いってことだ。いや、これ独り言じゃなくてフリーレンに言ったんでしょう。最後に電剣は炎の竜巻の魔法を使った時の試験官のセリフで、力技で破壊できるようなものでない。むちゃくちゃ強烈な魔法でも結界を破壊することはできないってことね。これより分かることは、試験会場の周りに張ってる結界は大量の魔力を使用し複雑な術式が編み込まれた非常に強力な結界であり、強力な魔法や魔力では破壊できないことなんだ。そんな複雑な術式が入ってるのであれば、この結界を作るだけで大量な魔力が必要だけど、ゼーリエは数千年生きて修行をしてきたから大量の魔力を消費する結界でも作ることができるってことか。なら想像力で破壊したってことを？だから解析って言ってるだろうが、簡単に説明すると、弱い防御魔法が 1+1 だったら解けるか？答えは2でしょ。それじゃ通常の防御魔法が 4÷2 かっこ 2+2 だったら？ちょっと待って、計算機持ってくる。かっこ1番割るかけ2番足し引き算は左から、これを忘れるなよ。パスするわ。お前ならこんぐらいの式を解くことができないけど、ゼーリエが作った結界はさらに複数の方程式や因数分解などうちらが知らんような式が加わって作られたものと思ったら解くのは無理やろ？無理無理、ネバーギブアップよ。多分だけどネバーギブアップの使い方間違ってるぞ。永遠にギブアップよ。要するに誰も知らないような複雑な式を組み合わせて作られた結界が一級魔法使い試験会場の外に張り巡らせられてわけだ。それならなおさらフリーレンがどうやって破壊したのか知りたいわ。フリーレンと電剣の戦いが終わった時、結界の解析がちょうど終わったと言ったよな。ようやく解析の話になったんか。そいで結局解析って何なのよ？言葉のままでいいと思うぞ。魔法は魔術書に書かれている術式を読むことで発動条件を理解し、それをイメージすることで使用が可能になる。結局これと同じってことよ。ごめんけど意味がわからん。結界は複雑な術式で構築されているが、内容を解析することで理解できれば術式を解くことで解除できるってことさ。そんなんじゃ解除なんてできないでしょ。ゲームも同じことよ。複雑なプログラムで構成されていても、プログラムそのものを理解し一部を変えちゃえばチートだってできちゃうやろ。あんたはチートなんかやってたの？うちにはそんな技術も知識もないわ。結界も同様に複雑な術式で組まれていても解析できれば術式の一部を変えることで分解できちゃうってことよ。それならフリーレンが手のひらから出した魔法は膨大な魔力とかじゃなくて結界を分解するための術式ってことでいいの？おそらくだがそれで合ってると思うぞ。だからフリーレンがゼーリエよりも大きな魔力を持ってるわけではないが、結界の複雑な術式を理解できる知識を蓄えており、それを解析し分解する式を構築できるほどの実力を持ち合わせていたわけだ。普段から魔法を収集しているから結界を解析するために必要な知識は揃っていたのかもね。もしかしたら魔法を収集する趣味が役に立ってるのかもしれんな。ちなみに電剣と戦ってる時も解析をしており、戦闘にだけ集中していなかったのでフリーレンにはまだまだ余裕があったってことになるな。指導試合どころかなめくされてんじゃないの？一級魔法使い相当の実力者である電剣とフリーレンの間にはそれだけの実力差があったってことだ。まあこんな感じで説明させてもらったけど、解説はここまでになるかな。ならさ、ユーベルはなんで他人と共感するだけで使ったことのない魔法を使えちゃうの？メガネ君が言ってたけど、理解せずに感覚で使ってるから想像力が豊かな天才としか言いようがないよな。難しい問題でも途中の公式は説明できないくせに答えだけ正確に当ててくる人はおるやんか。そんな感じよね。魔法の使用者に対しユーベルも共感することでどのような魔法なのか想像し把握することで使えちゃうってことか。頭の中ではなんとなく分かっているけど説明できないタイプね。格ゲーでフレームや技名を覚えてなくても強い人がおるやんか。あのような人種と同じだよな。そっちの方が分かりにくい例えだと思うよ。それってさ、さっきあんたが言ってた想像力だけで通常以上の威力のある魔法を使える人ってこと？もしかしたら今後そのような場面があるかもしれんな。ガチで天才じゃないの？そんなヤバくて天才であるユーベルの今後の活躍が楽しみだな。
さて本編ではいよいよ二次試験の通知がみんなに行き届き、担当の試験官は前世ということが判明したんだ。彼女が担当した試験は過去4回いずれも合格者0人という鬼畜な試験ということだったな。前世ちゃんってちっこいのに厳しい試験をしちゃう子なのね。ちっこいのは関係ないと思うぞ。前世はゲナウと違い平和主義と言っていたが、どんな試験内容なのか、それは次週のお楽しみだな。シタルクがビアベルにめっちゃ気に入られてるやん。3人で仲良くご飯まで食べてるし。シタルクはよく見知らぬじいさんに気に入られるぐらいだから、みんなから好かれてしまうんだろうな。今回の見知らぬじいさんの声優がチョウさんだったの。最高だったわ。どっかで聞いたことある人。チョウさんが声当てたキャラは漏れなく好きになる。探検僕の街から聞き続けた声だからね。チョウさんについては今後登場があればお前の気持ちを聞こうかな。さて今回はフリーレンの世界で使われる魔法について、過去の演出から仮説と考察し、そこからユーベルがどれだけ天才なのか解説しました。視聴者の方にも他のご意見や考察があると思いますので、そのような人はぜひともコメントでお願いしますね。一応ネタバレなしの動画なので、その点は考慮してコメントいただけたら嬉しいです。それでは本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。